かなかいいところね。何見てるんだ霊夢。あ、マリサ。テレビで愛知県長久手市の特集をしてたのよ。ジブリパークってテーマパークやイオンモール、イケアなんかもあって、なかなか住みやすそうなところなのよ。名古屋から近いっていうのも利点だよな。きっと昔から名古屋のベッドタウンとして栄えていたのね。いや、長久手はもともと炭鉱で栄えた町だぜ。え、炭鉱？全然そんなイメージないんだけど。アタンと呼ばれる鉱石を採掘してたんだが、実はこのアタン、伊賀でもいっぱい採掘されてたんだぜ。伊賀に炭鉱なんてあったの？それじゃあ今回は伊賀に眠れる鉱物資源、アタン採掘の歴史について解説していくぜ。霊夢はアタンってどんなイメージがある？炭って名前がついてるから石炭みたいなものかしら。おお、素晴らしい洞察力だぜ。アタンは炭化度が低く不純物や水分を多く含む石炭のことだぜ。発熱量が小さいことから工業用には使用されず、主に炊事や風呂釜等の家庭用燃料として利用されたぜ。そうか、昔はご飯を炊いたり、お風呂を沸かすのに燃料が必要だったのね。そして、この図が東海地方のアタンの産地を表したものだぜ。特に美濃炭田、尾張炭田の採掘量は多く、この地域だけで日本全国の 40% を占めていたぜ。これらの地域では、アタンのことをいわきなどと呼び、古くから燃料として利用されてきたぜ。ちなみに伊賀ではアタンのことをウニと呼んでいたぜ。ウニって可愛い呼び方ね。江戸時代の俳人、松尾芭蕉もこのウニのことを知っていたようで。伊予山賀に、ウニというものあり。土の底より掘り出てた木々と巣、石にもあらず、木にもあらず、黒色にして悪しき香りあり。その神高梨屋やこれをかがなべて曰く、本草に石炭というものはべる。いかに言い伝えて、この国にのみ滝ならは試験、糸珍し。神に追え、海掘る丘の、梅の花。この句は芭蕉の門弟、服部土方によると古山で見た海の様子を思って身の虫編んで読んだ俳句だそうだぜ。じゃあ、古山地区で海は採掘されてたのね。あれ、もしかして名張街道のバイパスにあった野菜を売っていた海の丘ってこの俳句から取ってたの？そうだと思うぜ。古山のことを読んだ有名な俳句だから、店を開くときに参考にしたんじゃないかな。さて、ウニは燃焼させると独特な匂いがして、芭蕉はウニの嫌な匂いといい香りのする梅の花を対照的な存在としてこの句を詠んだんだぜ。芭蕉の俳句にも読まれたアタンだが、江戸時代の伊賀のことを記した三国志の中にも伊賀の特産品としてウニが書かれているぜ。江戸時代から伊賀に有名な特産物だったのね。近代以降も燃料としての果樹量は高く、伊賀地域では島ヶ原、友野、高山、神津、長田、稲子、古山、ひじきにアタン鉱山があったことが知られているぜ。大正8年1919年に採掘が始まった長郡神津村北山の長鉱山では昭和18年に年産額約6000トンに上ったぜ。さて、伊賀地域の一大産業となったアタン鉱山だったが、採掘反対の運動も起きていたぜ。昭和8年、友野村大和蓮池、宝城、高山の3地区内でアタン採掘が出願されたぜ。これに対して3区長が大阪鉱山監督局に対して不許可嘆願書を提出し、採掘不許可の判断を書き取ったぜ。どうして、この地区の人たちはアタンの採掘に反対してたの？この時の反対理由としては、井戸水、灌漑用水の枯渇、採掘工事に伴う有砂や土地の陥没を懸念しているぜ。土地が陥没したりすることあるの？実際、当時アタンの採掘が行われていた地域では、地下が空洞化しており、陥没事故なども起こっているぜ。そんな事故も起きてたのね。地域の人たちからしたら炭鉱の開設はメリット、デメリットの双方があったってことね。この後も同地区ではたびたび、炭鉱改ざんの出願があるんだが、3地区は協力して反対の姿勢を貫いたぜ。そんな中、昭和12年6月、蓮池区長のもとに地元企業である森下ベンガラ工業株式会社が同地区内で試掘を計画するという情報が入ったぜ。森下ベンガラ工業って四熟町にある会社よね。そんなに昔からあったの？森下ベンガラ工業は大正7年に創業した歴史ある企業だぜ。監督局から地元意見を求められた道区は、7月22日に採掘反対の請願書を友野村長に提出。7月30日に友野村長は三重県経済部長に対して、本村関係地元民は依然として水源枯渇と土地陥没を理由と許可せられざるようの意見続出。都事実上の反対を表明したぜ。さらに友野村議会も不許可処分課体験を可決し、大阪鉱山監督局、県知事に決議書を提出しているぜ。住民は代議士の馬岡二郎、県議会議員の富永貞秀らに協力を仰ぎ県や大阪鉱山監督局への陳情を重ねたぜ。さらに9月24日には商工大臣、吉野伸二宛に反対陳情書を提出したぜ。大臣にまで陳情したのね。こうした運動の甲斐あって県知事から試掘不許可の回答を得ることができたぜ。住民の努力はすごいわね。
だが、それから半年も経たないうちに再び同地区内で私屈願いが提出されたぜ。この私屈願いは前回のものから少し場所をずらしたに過ぎず住民は反発。事態の打開を目指して森下ベンガラ工業の常務取締役は職大区長に書簡を送り三区長との面会を申し出たぜ。法事六長はこうした懐柔策に応じず面談を拒否。地域住民の結束はさらに増したぜ。結局この時の私屈も不許可となり、以後何度か私屈願いは出されたが、許可が下りることはなかったぜ。伊賀にもこういった反対運動の歴史があったことは知らなかったから驚いたわ。高山、法次郎、蓮池の三地区では反対運動があったものの、他の地域では伊賀の主要な産業として成長し、戦後昭和22年から24年に最盛期を迎え、阿丹鉱山は36を数えたぜ。伊賀を代表する産品であったことは、昭和25年の国鉄各駅の貨物の取扱数からもわかり、なんと木材に次いで2位の発送数を誇ったぜ。お米より阿丹の方が多く輸送されていたのね。しかし、その栄光もすぐに陰りを見せ、昭和26年には阿丹鉱山の数は10に減少。その後、燃料が低価格で良質な輸入石炭に代替されると阿丹は急速に利用価値を失っていったぜ。でも、伊賀を代表する産業だったのに、鉱山で働いてた人たちは仕事がなくなっちゃうんじゃないの？ああ、友の地区にあった阿丹鉱山では閉山に伴い労働争議が発生しているぜ。この鉱山は昭和10年には1000トン以上産出していた優良な鉱山だったんだが、先ほど言ったように輸入石炭の増加で昭和28年には閉山を検討していたぜ。これに伴う労働争議は昭和28年2月から始まったようで、当初は労使を仲介する地方労働委員会が調停に乗り出したが、経営をめぐる問題で妥協点を見出せず労働組合側は3月から無期限のストライキに突入。銀座通り東町交差点で250名の家族を救え、郷土産業を守れ、事業場閉鎖反対を掲げて代表7人がハンガーストライキに入ったぜ。すごい気合いね。今、銀座通りでハンガーストライキなんてやったらすごい騒ぎよ。ああ、だが時代の変化に抗うことはできず結果として炭鉱は閉山されたぜ。まさに栄枯盛衰って感じだったけど、伊賀地域にも炭鉱の歴史があったことが知れて勉強になったわ。地域産業は住民の暮らしに直結しているから、阿丹鉱山の開山、閉山どちらにも反対運動があったのは興味深いぜ。それじゃあ、今回の解説はここまでにするぜ。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。Twitter もやってるのでフォローよろしくだぜ。それじゃあ、また見てだーこ。